だし、あとね風も。こんにちは、まるみです。今日は海外キャンプに向かいます。国際線に到着。今回の海外キャンプはチビちゃんとイズミンと、あと現地でもう一人追加して4人で楽しんできます。行ってきます。この飛行機に乗って行ってきます。じゃあみんなまた後で。無事入国できました。あ、よかった、無事届いた。プサン到着、イエイ。お昼ご飯いただきます。カルグクスっていううどんっぽいやつです。いただきます。お、鉄の箸始まってた。美味しい、めっちゃ美味しいじゃん。めっちゃ美味しいやん。ちょっと薄味やけど、ね、優しい味ね。なんか牛のスープが効いてるよね。そう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 、ハムサハムニだって言おうとって間違ってさらないよ。誰にでも愛を捧げること。本場のキムチ、やっぱ辛い。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかった。お父さんと合流しました。釜山駅東横インホテルに着きました。今日泊まるホテルがここで、もうほんとここが釜山駅目の前。今から T マニーカードを買いに行きます。地下鉄乗ります。 Tマニーカード初めて使う。あ、できたできた、取れた。地下鉄乗ります。結構混んでるね。一駅で行く。一駅降りるやん。中央駅降ります。今、中央駅ってところに着きました。なんかね、チビちゃん大活躍で、チビちゃんがおらんかったのについて歩いてた感じだね。タクシー乗っとったね、多分。ピッてして、出ました。お父さん行ける。お目当てのアウトドアショップが今日は休みでした。日曜休みだそうです。なので今からダイソーに向かいます。ダイソーに着きました。ダイソーで CB 缶買いました。一人一本、日本円でいうと一人一本125円ぐらいかな、ざっくり計算で。これ美味しそう。なんだろう、ピザのなんだろう、ピザのなんかないやつ。それ何何かが 80% 入ってる。何が 80% なんやろ。
辛そう、でも辛そう。釜山に帰ってきました。今から夕飯を食べます。今日の夕飯は焼肉。ほら、皆様、2023年お疲れ様でした。関西と関東と中部で皆さんが韓国に集まって忘年会キャンプ、明日も今日も楽しみましょう。お疲れ様、お父さん、お父さんとお疲れ様。うまい。豚のカルビいただきます。めっちゃうまい。これこの豚肉めちゃくちゃ美味しいね。うますぎ。ごちそうさまでした。韓国版のヤンヤンつけ棒、これは買わなきゃ。今から夜カフェ。あ、たい焼きあるじゃん。たい焼き、韓国で有名なゆず茶。みんなでミニたい焼きやシュロスをシェアします。ホテルにチェックインしました。綺麗じゃん。東横インのホテルです。受付もね、全部日本語通じたのでめっちゃ快適でした。でコンセントは普通に日本のコンセントいけそうですね。あと今韓国はトコジラミがね流行ってて、プサンの方は大丈夫らしいんだけど、ちゃんとね確認をしときます。まあ大丈夫っぽいよな。で端っことかにいるらしい。まあ大丈夫でしょう。では今日はちょっと一日ね動き回って疲れたので、一旦明日のキャンプの準備をしたらサクッと寝ようと思います。明日のキャンプはこのリュックに、下にねテントも吊るしてあるので、あとはミニポーチ、財布とか貴重品入ってて、あとはこのマイカトートバッグ、この中に寒かった時のためのダウンと、あとは三脚とかお水とか食べ物とかをこの中に入れて明日は持ってきます。明日は天気がちょっと悪いというか、かなり悪いみたいなので、まあ、せっかく海外キャンプ初めてなんで、できる限り頑張りたいなという感じなんで、キャンプの準備をこんな感じでまとめました。なので今からねお風呂場行って寝て、明日の朝に飛ぶと思います。おやすみなさい。おはようございます。ホテルから見える景色なんですが、どう見ても雨雲です。なんで今日に限ってこんな天気悪いんだろう。あと雲の流れがすごい速いので、結構強風かもしれない。大丈夫かな今日のキャンプ。朝ごはん、しじみ、トッポギ、みかん、めっちゃ見た目が可愛いシリアル。いただきます。あ、トッポギ美味しい。ごちそうさまでした。お腹いっぱい朝から。今から電車に乗って市場に行きます。今日はリュックです。
雨なのでね、キャリーだとちょっと動きづらそうだからリュックにしました。この辺が市場です。到着しました。エズミ何買うの？カニ。雨がやばいレベルで降ってます。せっかくのキャンプなのに。今二手に分かれてタクシーに乗り込みました。本当はバスで行こうと思ったけど、ちょっとね、雨があまりにもひどいので、せめてキャンプ場までね、タクシーでゆるゆると向かいます。今タクシーでおじさんが、まあ、多分この辺だろうって降ろされたとこからまだ歩いて10分ぐらいあるので、ちょっと頑張って歩きます。結局徒歩キャンプになりました。頑張ります。目の前船で、あそこがキャンプ場みたいです。あとちょっとで着きそう。かわいい。こんにちは。今チェックインして、今からテントを張りに行くんですが、雨もだし、あとね、風も結構やばい。テントがグワングワンなりそう。まあ、ただね、頑張ってテントさえ張っちゃえば、あとはね、中でぬくぬくして何とでもなるので、ちょっと今から頑張ってテント張ってきます。ちょっと心が折れて逃げてきました。雨と風がまあ辛いのもあったんだけど、設営してる時の GoPro がね、なんか壊れちゃって、なんかそしたら一気に心の中でパキって心が折れる音が聞こえて、もうちょっと無理だな、はあ、って思って、だから、まあ、テントとかね、グランドシートとかちょっとビタビタになったけど、もう引きずってね、今逃げてきました。で、今ね、これどこかというと、なんかキャンピングカーみたいなキャラバン、ちょっとね、雨がひどいっていうことで急遽借りることにして、もうね、せっかく韓国来たからテントでキャンプしたかったけど、この雨じゃ無理。グランピングじゃないけど、ちょっとしたコテージ泊みたいなキャラバン泊を楽しみたいと思います。諦め、今回は。だから今からまあキャンプというかキャラバン泊というかっていう動画になります。同じく心折れた人。もう無理です。もう無理よね。初めての挫折です。ただの雨だけだったらいいよね。爆風なんよ。風が強いのと GoPro 壊れたので、もういいや。せっかくの韓国が、もう無理です。ということで諦めました。まあでもキャラバン楽しま、キャラバン楽しみましょう。キャラバンの中にドライヤーあったんで使います。ありがてえ。雨でね、シャワー入ったんかぐらいのびしょびしょになりました。キャラバンの中はこんな感じで、もうすごい家だよ。ティファールと炊飯器、水道、IH、冷蔵庫、レンジ、テレビ、トイレと、シャワー。住めるね。で、布団はね、全員で5人ぐらい寝れそうな広さです。キャラバンから出ると、その前はこんな感じな、汚れてるけど、私の荷物が散乱してんの。あ、泉とかもね、散乱してる。うちらね、もうしょうがない、びしょ濡れになって心折れたから。まあこの辺でね、ちょっとおやつタイムとかを楽しもうかな。夕飯もここで作ろうかな、せっかくの半外だし。せっかくね来たから、ちょっとだけはキャンプ感を味わいたい。ガス缶も買ったしね。なのでコーヒータイムぐらいね、のんびり過ごします。Oof.
カフェラテ。これはね、日本から持ってきた。結構雨降ってきたね。さっきよりそう、強風になってきた。あー、やっと落ち着ける。お疲れ様、私。あー、あったか。今ね、泉にカステラもらいました。癒される、本当に。今ちょっとコーヒータイムが心にしみるもん。さっきの土砂降りで心折れたから。多分韓国のヤンヤンつけ棒的な。これ完全に中ヤンヤンつけ棒一緒。でもね、質問は書いてないわ。あー、でもチョコの味が違う。でも美味しいね。むしろ美味しい。あっさりしてるんちゃう、チョコ。いや、むしろ日本より濃厚な気がする。うん、生き返る甘いもの。すごい強風です。これだけ雨と風がひどいと、まあテント諦めてキャラバンにして正解でした。夕飯食べよ。キムチチゲ作ってるって。いいな、あったかそう。寒いよ。すごくあったかそうだよ、お母ちゃん。寒いよ。今キャラバンの外のテーブルでこれから夕飯を作ります。もうね、寒いのでサクッと作ります。今日の夕飯はトッポギとサムギョプサルを食べます。まずトッポギ作ります。今回はね、もうクッカーじゃなく捨てて帰れるこのアルミダレ。やっぱね、旅行の時はできるだけ荷物をね減らしたくて、帰りは特にお土産も増えるし、なのでアルミ皿で料理します。作り方がもちろんね、韓国で買ってるから全部韓国語で、何がなんやら翻訳のでね、やると、餅を水で洗ってから水 200cc と全部を混ぜて3分、沸騰してから3分。 OK。 やば、餅買った。あ、食べ過ぎ。まあいっか、旅行中はね、今日いっぱい歩いたし OK。とりあえずお水200ってこんなもんかな。本当は洗うんだけど、そんなにお水持ってきてないから、もうここでほぐします。あ、待って、キャラバンの中にね水道あるじゃんね。もういいや、もうこれで。めんどくさい、結局手でやっちゃう。キャンプ中はね、ちょっと衛生面はあんまり考えません。まあ手はね、さっき洗ったし綺麗なはず。先にソース入れるの忘れとった。あ、やばい、あふれそう。あ、こぼれた。あとなんだろうこれ。あ、ネギで沸騰したら3分待ちます。よし、完成。これできたはいいんだけど、熱すぎておろせないんだよね。どうしよう。よし、頑張れ自分。せーの、よいしょい。あ、いけた。よし、急いでね、お肉焼こう。もうお肉は焼くだけ。よし、いける。サムギョプサル。あ、やばい、張り付いた。ちょっと油を下にしとかなあかんかった。よし。そう、油をね、飛行機に乗せれるかわからなくて持ってきてないから、この豚の油で鉄板の油をなんとかしようかなと。なんか今勝手にところどころ火がついてフランベされてた。めっちゃ怖い。あー、美味しそう。おで、しっかり火を通します。
テント立てたかったけど、テント立ててなくてよかったって今心から思います。いやこれは辛い。火が通ったのでキムチを混ぜます。韓国のキムチって日本のキムチよりさっぱりしてさらに辛いんよね。できました。ちょっと美味しそうかどうかは正直ねわからない。食べてみないと。あ、意外とね今日もね移動して疲れたのでお腹が減りました。いただきます。サンチュ、お肉をねサンチュに乗せてキムチも一緒に乗せて。いただきます。うますぎ、めっちゃうまい。いいね、韓国って感じ。トッポギもいただきます。あ、ちょっと辛い辛っ。辛い、美味しいけど。ではハイボール、なんかこのハイボール日本のハイボールと違って多分レモンサワー的なねレモンハイボールなんで、これいただきます。パッケージがねめっちゃ可愛い、おしゃれ。イズミンがなんか事件起きてる、はい、乾杯。あ、めっちゃ美味しい。これお肉にこれめっちゃ合う。うまっ。なんか私今すごい世界で一番幸せな気分。そう、楽しい。あ、でも宝くじ当たった人の方が世界で幸せだろうな。私より一番と思ったけど宝くじ当たった方が幸せだったわ。いや今宝くじ当たった、多分ノリで100万あげるわ泉に。当たったらね。今キャラバンの中に入ってきました。今から二次会だ。一次会どこだった？ナムザー。ソロ。ソロ。うん。一次会はソロ。はい、乾杯。一年間お疲れ様。お疲れ様。今日寒くないしキャンプ日和だったよね。ね。雨さえなければ。こことここに、そう、4人でね、張る予定で、ここにね、びしょ濡れになりながらテントをね、張ったら GoPro がぶっ壊れて、心折れてやめたところです。GoPro 治るかな？こうだね。なんか素敵なテントがある。日本で見たことないけど韓国ブランドのテントなんかな。すごい。またまた見たことないテント、広そう。いいな。よし寝よう。では寝ます。眠い。今日はねもう歩き疲れて雨もひどくて、テントをね立てようとしたら心も折れて、あーグダグダなキャンプだなって感じでしたが、まあなんやかんやね楽しかったので、まあ良きとします。後ろでなんか邪魔してる人いるけど今回ねこのキャラバン、なんかキャンピングカーみたいな、なんて言うんだろう、牽引できるような車で、すごいね筋肉あるね、寝泊まりするんですが、めっちゃね立派な建物で、こんな2023年の忘年会キャンプ旅もありだと思います。ということで今日はもう寝ます。おやすみなさーい。眠い。おはようございます。暑かったなのでね、もう下はパンツ1枚で寝ました。本当に12月なのかっていう感じ。
感じです。朝ごはん作ります。こんなもんかな。キャラバンの中の IH めっちゃ助かる。朝ごはんいただきます。韓国で出る謎のシリアルとヨーグルトなんかな。もうちょっとシリアルの比率を個人的には増やしてほしいです。文句言ってる。いただきます。少なすぎる。少ないでしょ。こっち多すぎる。そうそうそう、少ないよね。面白い。これ日本でも売ってほしいな。チョコアのうちた、チョコアのダスト、しかも2個も。ごちそうさまでした。今日は雨が降ってないので、せっかくなのでちょっとキャンプ場を散策します。これがね、オートサイトで、韓国はウッドデッキにテント張ることが多いみたいで、だからここにテント張って奥の砂利で、まあ、焚き火したりして。芝生若干生えてるとこが駐車場みたいで、なんかちょっとね日本と違う感じが面白い。多分なんだけど、あそこについてる金属の穴みたいなとこにロープを引っ掛けたりするんかな。そんな感じでサイトがいっぱいあります。ちなみにここがね泊まったキャラバンで、キャラバンは結構ある。雨だったからかキャラバン泊まってる人もすごいいっぱいいて、なんか昨日はこっち側がにぎわってました。キャンプ場の上はなんか円を描いた道路があって、ここをね車が結構走ってます。ほら今もなんかトラックが走ってる。キャンプ場はこういう感じで海に囲まれてて、近くにね船があったり、向こう側は工場地帯とかかな。夜は夜景がすごい綺麗でした。自分たちがね本来泊まる予定だったサイトはこんな感じで、車はね止められなくて徒歩用向けって感じで、まあね、砂利だったので水はけはいいから、風さえねなんとかなったらキャンプできたっぽかったです。やっぱ海沿いだから風は強めですね。結構都会的なキャンプ場でした。じゃあねそろそろチェックアウトします。猫ちゃんがいた。こんにちは。こんにちは。君結構ムチムチしてるね。いっぱいいろいろもらっとるんか。さっきの猫ちゃんが現れた。海に落ちないでね。バイバーイ。あ、かわいい。帰りはね、バスで釜山駅に戻ります。つかなかった、つかなかったの面白い、ね、確かに、どこ行ったんってなり。行くって行く。貸し切りみたいじゃん。バスに無事乗れました。めっちゃ難なく乗れたじゃん。ねえ、釜山ステーション、釜山イズグッド。ホテルに帰ってきました。今から地下鉄に乗って市場に向かいます。もうね地下鉄慣れたもんですわ。今からね市場でランチを食べます。海鮮苦手だけど、私なんか食べれるんかな。何かしらあるでしょう。エスカレーターが日本の半分ぐらいの速度なのか、めちゃくちゃゆっくりです。ある意味安全かも。
あ、あるよ、軍服。あれないのかな、ハンゴーとか。それこそ、ね、うん、かわいい。こんにちは、かわいいね。わ、カニ。うおお、え、やった、これすぐに比べようよ、これ3人どうぞ。お、もうさばいた。すごいすごいすごい、もうすごい。あお刺身をみんなが食べます。みんながやから。そう、私はお刺身食べれないからキンパを頼んだけど注文が通ったかは謎。私の頼んだキンパがやってきました。いただきます。間違いでキンパがいっぱい来ちゃった。海外あるある。ごちそうさまでした。魚をあそこからホイ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 って。うわあ、すごい。今チャカルチ市場を出てキンパね1個頼んだのになぜかね3つぐらい来てね。ちょっとびっくりしたんだけど。でこれから観光地の村みたいなところを目指します。バスに乗ってね簡単に行けるみたいなんで、またバスに乗ります。次行くとこ Google マップで見るとバスの番号が87って書いてあって、全部のバスにねこうやって番号が貼ってあるから、それに乗れば到着します。なんで87を待ちます。87来ました。バスが日本と違って立つスペースがねかなり広め。ただめっちゃ揺れます。急ブレーキ多い。あと右側通行だから運転見てるのに慣れない。逆走してる気分。今バスを降りました。1個ね降りるバス停間違えたんで今から1つ分戻ります。はい、今から階段をよじ登っていきます。色とりどりの世界みたい。階段の色も色とりどり。階段が高さがバラバラだから結構これ足腰にいい運動に。大丈夫？なに？あ、疲れた。え、まだまだ上がるの？あ、ちょっと5分の1ぐらい上がってきたかな。え？ちょっと私そろそろ心折れそう。はい、ちょっとね、大きい道路に出たんで階段よりマシになりました。かわいい。着きました。なんか商店街みたいな感じです。花の形の。ちょっと雨がひどくなってきたのでカフェに避難。かわいい。火曜日と木曜日休みって書いてある。嘘。カフェやってませんでした。残念。一旦ここのカフェで休憩。インドネシアの大統領が来たらしい。ケーキとマフィンと飲み物が来ました。ちびちゃんチーズケーキ。やばいやばい。マフィンもっとちっちゃいと思ってチーズケーキまで頼んでる。はい、ではいただきます。マフィンちょっと大きいよね、ほんとコストコのマフィンみたい。いただきます。あ、おいしい。おいしいよね、このマフィン。カフェの屋上からね、ほんと街全体が見渡せて、結構ね、外国人旅行客が多いから、人気のカフェなのかも。たまたまね、入れてラッキー。こっちがメイン通りみたいです。かわいい。おみくじをやります。千ウォン。
帰ってきた。なんで違った？OK メダル。これなんだろう。服女男とかでもあるよ ね。いや、エトだな、どうせなら。いってる。ゴー。オッケー。ハンマー。ハンマーで割るらしい。入ったらいいんじゃない。そしたら答え見えれんや。いくべい。バレたバレた。豪快。ゴミや真ん中。大吉とかもわかんないんだもんね、だって。何にも読めません。めっちゃ細かく書いてある。ちょっと後でホテルで翻訳します。あ、そうね、そうだよね。雨がね、結構降ってきたし。もういろいろとお店もなくなってきたので、バス停に向かって3駅のホテルの方に帰ります。バスに乗ってホテル戻ります。あ、違うよって、これ止まんないよってしてた。違った、あれじゃなかった。やっとバス来た。やばい、プサン読めるようになった。そう、あの図形として見慣れた。あー、よかった。감사합니다。嬉しい。今からホテルに戻ります。無事釜山駅に帰ってきたので、ホテルにチェックインします。恒例のトコジラミチェック。こういう隙間が危ないらしいけど、多分大丈夫でしょう。昨日はオーシャンビューだったけど、今日も夜景プラス海がちょっと見えます。今からね、疲れ果てた我々はマッサージに行ってきます。ピンクマッサージ。ピンクじゃない、ピンクじゃない。看板はピンク。あ、ピンク。怪しいじゃん。ここのマッサージ、ちょっとなんかムーディーな感じじゃない？ちょっとこれ本当に大丈夫なんかな。一応足のマッサージ40分3万ウォンだからきっと大丈夫。行ってきます。マッサージ最高に気持ちよかったです。すっきり。あと私がカムサハムニダーって言うとね、めっちゃ笑われた。ありがとうございますみたいな感じだったみたい。じゃあ今から夕飯に行くんですが、どこに行くか多数決で決めます。サムギョプサルがいい人は1、うん、クッパがいい人は2、海鮮系の定食がいい人は3、うん、はい、せーの、はい、サムギョプ。え、ちょっと違う、だ、じゃんけん大会。立てたもの最初はグッ、じゃんけんぽい、あいごでしょ。サムギョプサル、イエーイ。圧勝じゃない。圧勝。サムギョプサル。飲み物はマシコリー。安くない？何枚入ってんの？1、おめでとう。マッコリー。はーい。では皆様、じゃーん。あ、美味しい。乾杯。これをさ、もっと美味しく飲めるようにやってあげようか。できる。サイダーとの美味しい。マッコリにスプライトを足したのを飲んでみます。美味しい飲み方らしい。いただきます。美味しい、うん、これ飲める。これ美味しいよ。これ危ない、飛べるやつ。飛べるやつ、酔いすぎるやつ。いい音。みんな親切。手を合わせてください。いただきます。ニンニク、サムギョプサル。あ、そうか、これで焼きキムチ。焼きキム。昨日私がキャンプで作ったサムギョプサルがちょっと違う、レベルが違う。美味しそう。チャルマッキスムニダー。うん、うん、本当に昨日私が作ったのとレベルが違いすぎる。めっちゃ美味しい。今サムギョプサル食べ終わりました。
1人ね13,015ウォン、日本円で言うと、まあ、ざっくり1,300円、1,400円ぐらいでビビるくらい安い。感動。今からスーパーに行きます。楽しそう。買い出しが終わったのでホテルに戻ってプチ宴会。そう、二次会しよう。二次会、イエイ。これ韓国の謎の液体、なんか蓋が変わってるから気になって買ってみました。アップルキウイフレーバーって書いてあります。お、ネイティブ。そう、ネイティブ。アップルキウイフレーバー。お疲れ様でした。お疲れ様でした。味よりも口の中に水鉄砲。肌穴開いてるだけじゃなくって、この隙間になんか心臓の弁みたい。めっちゃ液体飛ぶ。今自分の部屋に戻ってきました。私とチビちゃんと泉は関空に帰るので、お父さんはね明日朝ね別便で先に帰るので、先お別れをしてきました。まあね、とっても楽しい旅だったので大満足です。ということで、もうお風呂にサクッと入って寝ようと思います。おやすみなさーい。おはようございます。昨日大して飲んでないのに、ちょっと飲んだからか心臓バクバクして、なんかなかなか眠りつけなかったです。でもよく寝たな。トコジラミ対策で電気つけて寝ました。夜行性らしいから。わっ、すごい朝日が眩しい。キャンプの日これだったらよかったのに。朝食に来ました。昨日の夜ね食べ過ぎたので、控えめのつもりがあんまり控えめになってなかったですね。これ昨日と違ってシリアル、また新しいチョコっぽい種類に変わりました。いただきます。もう朝食も食べ終わって、これからチェックアウトして、多分ちょっと観光とか買い物したりランチしたりして空港に向かいます。今回のこのキャンプ旅は正直全然キャンプはやれなかったかな。テントとか一通りね全部持ってきたんだけど、ほとんどね荷物になっただけで、なんだろう、キャンプの面だとちょっと不完全燃焼かなっていう感じです。まあ、ただね今回ね4人で来たので、普通に旅がすごい楽しかったし、あとは本当はキャンプ場で各自ソロでねソログルで楽しむ予定だったんだけど、今回キャラバンを借りてもらって、そこでみんなで本当修学旅行みたいな感じで、キャンプしたかって言われると正直微妙なんだけど、でもすごい楽しかったです、個人的には。あとは本当に韓国の人がね、優しくて、うちらが4人で喋ってると、まあ日本語が飛び交うから、多分、あ、日本人だって分かると、なんか日本住んでたよっていう日本語喋れる人とかが、もう本当に色々教えてくれたりとか、だからすごい心地よく過ごせました。また遊びに行きたいなと思います。あと最後にちょっとだけ観光して日本に帰ります。あ、めっちゃ空いてる。いや、空いてる。え、乗れませんでした。日本にもあるけど、ゴンチャー。スマホケースを買いに来ました。これかわいい。プサンタワーに行きます。なんか吸い込まれてくみたい。公園なんだここ。プサンタワーを目指します。めっちゃ濃いタイプか、めっちゃ濃いタイプか。あの子みたい、あの知内浜の子。あ、女の子だね。はい。もうランチ、食べまくりの旅。いただきます。お肉、味噌チゲ。
でもここ結構辛めかも。ちょっと辛いね、うん、ピリ辛でね、この味噌チゲ美味しい。今度キャンプで作りたいな。ごちそうさまでした。お腹いっぱい。今から空港に向かいます。キメ空港、キメエアライン、違った、エアポート。バイバイ。余った小銭を寄付します。はいはい、何かに使われて。ゴミと思ってる人。わあ、ひどいね。本当だ、飴の袋入ってるわ。飛行機乗ります。飛行機、あ、こっちじゃないのか、こっちのに乗ります。私真ん中だ。オッケー。無事日本に帰ってきたので、これから私は名古屋に向かって帰ります。韓国はとにかく楽しかったし、キャンプができなかったから、また海外キャンプいつかチャレンジします。では最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ツイッターとインスタグラムもやってるよ。